スティーブン・リチャーズ・コビーは、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティ生まれの作家、経営コンサルタント。1952年、ユタ大学卒業。1957年、ハーバードビジネススクールで MBA 取得。1976年、ブリガム・ヤング大学にて博士号取得。ブリガム・ヤング大学で、学長補佐、及び経営管理と組織行動学の教授を務める。 フランクリン・コビー社の共同創設者であり、副会長。ザナのハビッツ・オブ・ハイリー・エフェクティブ・ピープル日本語、訳は、漢訳7つの習慣人格主義の回復の著者として世界的に有名。英国、エコノミスト氏によれば、コビーは今、世界で最も大きな影響力を持つ、経営コンサルタントとされている。妻サンドラメリル・コビーという多種プロボに在住。 9人の子供と36人の孫を持つ。熱心な末日聖とイエス・キリスト教会、モルモン教の信徒であり、信者向けの信仰書も執筆している。著書、漢訳7つの習慣人格主義の回復は3000万部以上の売り上げを記録し、日本でも200万部以上が販売されている。さらに38の言語にも翻訳され、世界的なベストセラーとなる。また2002年、 フォーブス氏の最も影響を与えたマネジメント部門の書籍のトップ、12ランクイン氏、チーフエグゼクティブマガジン氏では、20世紀に最も影響を与えた2大ビジネス書の一つに選ばれる。2012年7月16日、自転車事故の負傷がもとで、アイダホ州アイダホホールズの病院で死去。79歳没。ありがとうございます。